先日ご紹介した MLB ドリームカップ2021年栃木選抜として熱い試合を繰り広げますが、まずは自己紹介。おはようございます。おはようございます。BB パートナー宇都宮。宇都宮。天。選抜。テキサスレンジャーズ。練習会みたいな一回やったら、あんまりなまない。今日は、一段目の方も多いと思います。一応、今回、監督ということで、ミスカップの人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはちょっと、名前とかもわかんないと思うんで、それ自己紹介。今回キャプテンやることになりました川辺誠二です。ベーアンベーさんとかってね、気軽に呼んでもらえればなと思います。もうみんな耐えて嬉しいですね。頑張ります。おはようございます。塚原元樹と申します。ベーさんと同じチームで TKT レイネス、結構レベルが高そうな感じなので足を引っ張りすぎないで頑張ります。お願いします。お願いします。寺田義弘と申します。2人と同じ TKT レジェンズでやってます。まあ、チームではヨシ君とかと呼んでるんで適当に呼んでもらえればはい、お願いします。お願いします。 BB パートナーその店長の吉田です。一応チームは彼ら3人と同じチームでやってます。で、今日は、まあ、先発ということでちょっと1回持てばいいかな次のピッチャーの準備をお願いします。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 おはようございます。群馬県大良支部の24ギャラクシーというチームから来ました金子と申します。今日はせっかく皆さんと野球ができるのでとにかく楽しみたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。小山市でエンパイアというチームの代表をさせていただいてますけど、小林隆と申します。こんな素晴らしい本もいただいて完了でございます。今日頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。上岡町のビームスというチームでやってる二宮と申します。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。皆さん後輩で覚えづらいミュージックを絵画と今日はよろしくお願いします。お願いします。ヒーローと呼んでください。お願いします。お願いします。ガヤ担当です。たくさん笑っていこうと思うんでよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。佐藤と言います。太田市のビッグベイビーズの所属です。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。野球 YouTuber 翔平 TV と申します。チャンネル登録者は9400人、もう約 4,5 年ぐらい YouTube やってます。以前は埼玉選抜の方で、MLB 参加して3回ほど参加してたんですけど、今回なかったので飯塚君と一緒に今回は栃木の方で一緒にやらせてもらうことになりました。今日の試合もですけど、それ以外でも、皆さんの、ことをカメラで押さえて、YouTube の方に上げたいと思いますので、よろしくお願いします。群馬県太田市のビッグベイビーズってチームで、監督兼選手でやらせていただいています。飯塚と申します。普段なかなか集まる機会もないっていうか、初対面の人も多い中でやるチームなんで、なかなかこう連携とか難しい部分もあると思うんですけど、ちょっとなるべく短い時間で、たくさんコミュニケーションを取って、試合中はもう楽しんでもらって怪我ないように、で最終的には勝って頑張っていければと思うんで、皆さんの力をお近づきもらって頑張れると思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、発表します。はい、はい、1番セカンド寺田、はい、2番センター田村。はい、ありがとうございます。3番ショートカズ。はい、はい、ムラタ。はい、キーズ。はい、4番ファースト山山。はい、これっす。よし、じゃあ。5番レフト金子。はい、よし、よし、よし。6番サード佐藤。はい、モザイク、モザイク、モザイク。18禁だ。7番ライト小林。はい、よし、ありがとうございます。1番キャッチャー鎌倉。はい、
よし、下半身を下半身、よし9番ピッチャー吉永、はい、お願いします、お願いします、いきます、はい、お願いします、さあ、はい、感じでとりあえずスタメンこれでいきます。さあどんな結果が待っているのか、さあ注目です。それでは試合をご覧ください。さあスタメンの発表です。1番セカンド寺田、2番センター田村、3番ショート村田、4番ファースト翔平 TV、 5番レフト金子、6番サード佐藤、7番ライト小林、8番キャッチャー鎌倉、9番ピッチャー吉永のこのラインナップでいきます。さあ始まりました。まず第1球は、はい、これ高めに抜けましてボール、はい、さあ先頭バッターですね。立ち上がりね結構心配ですが、どんどん投げていってもらいましょう。はい、こちら1番バッター打ちまして、かけーん、取った打球はライトちょっと下がってキャッチと、はい、ライトフライとなります。これでワンアウト。そしてお次のバッターは、はい、まず高めにね浮いてしまいます。はい、立ち上がり苦しみましてフォアボール、ワンアウトランナー一塁となります。そしてお次の3番バッターはデッドボールとなりまして、ワンアウトランナー一二塁、そして惜しくも外れ、4番バッターもフォアボール、これでワンアウトランナー満塁となります。はい、そしてお次の5番バッターがカキーンと左中間に打ち、これ取れるか取れるか、取れずと、はい、走者一掃のタイムリーとなります。はい、これで0対2となります。はい、しかしねまだね1回なんで全然大丈夫です。はい、バッター、はい、泳いでちょこんとあった感じですね。それで結構飛びましたね。そしてお次のバッターはカキーンと、はい、ゴロゴロピッチャーゴロ、はい、これでアウトとなりまして、その間にランナーホームインしました。0対3となります。ツーアウト、はい、ツーアウト、はいはい、お次のバッターも鋭い打球を放ち、レフト下がってレフトオーバーとなりまして、4点目、はい、セーフとなりまして、ツーアウトランナー二塁、0対4となります。ピッチャー大丈夫か、頑張れ。はい、ではお次のバッターもデッドボールでランナー一二塁、ツーアウトランナー一二塁となります。とここでタイムを要求した監督、飯塚監督、はい、センターの田村選手をピッチャーに持っていくようです。はい、ピッチャー田村選手、どんな球を投げるのか。はい、彼ね実はねとんでもない球を投げます。はい、えぐいえぐい、これはまさか噂のマックス146キロ右腕ユッキーです。さあ0対4とピンチになってますが、ユッキーどんなピッチングを見せるのか、この動画は次回お届けします。お楽しみに。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか
ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。